レナに来ていただいて、レナで楽しんでいただく、お休みを過ごしていただく、レナのいろいろなところ、私たちの施設も含めてですね、過ごしていただけるような形をこれから作っていきたいというふうに思っております。それを総称してエナの休日でエナ休という名前にさせていただきたいと提案を今回させていただきます。名古屋からちょうど1時間ぐらいです。1時間ぐらい車に乗って出かけると少しこう小旅行したような気分になると思います。電車で1時間移動していただくと少しこう出かけた感じが出ると思います。近隣なんですが、少し遠出をしていただいて、そこで日頃のですね、疲れを癒していただく、そんな場所にこのエナがなっていただきたいなという、そんなことを気持ちを込めまして、エナ休という休日を提案をさせていただきたいと思っております。私どもこの銀の森は森で豊かに森を豊かにというテーマを持っております。そのテーマのもと新しくですねこの敷地内にもパティシエール銀の森というお菓子のお店を作らさせていただいております。そちらも、どんぐりの粉を使ったりした、森を豊かにしていくことによって私たちも豊かになれるよね、私たちが森で豊かになれればもっともっと森を豊かにしていけるよねということを込めまして、いろいろな例えば植林であったりそういう活動も含めてこれから進めていきたいと思っております。そのような弊社の、動きもですね、今回のこのエナ休に連動して、進めていきたいと思っておりますので、ぜひ、エナ休をよろしくお願いをさせていただいて、私、今回の主催者からのご挨拶をさせていただきたいと思います。このエナ休がですねきっかけになってこのエナのマインドを変えてくれると、そうしたことによってこの働き方改革で、時間ができた方ここ来ていただく、しかもそれ物見遊山じゃない、エナでしか食べれないものが食べれる、エナでの体験ができる、そういったですね、この我々のマインドをガラッと変えるその大きなきっかけになるのがこのプロジェクトだと思いますので、私は大いに期待しております。今後観光協会も商工会議所もみんなと一緒になってですね、全てを巻き込んだ観光エナを作り上げていきたいと思います。本日のメディアツアー参加企業を中心にご紹介させていただきます。明智鉄道はエナ駅から大正レトロな街並みが残る明智町までを結ぶローカル鉄道でございます。田園風景の中を走る約25キロの、路線でございますが、やはりこの沿線にはですね、例えば日本一の農村景観箇所、あるいはですね、歴史のある岩村城ですね、三大山城としての岩村城、あるいは終点の明智にはですね、大正村などがございます。また風景がですね非常によろしくて、例えば私たちは普段からこの景色を見ておりますが、例えば名古屋あるいはですね都市の方がいらっしゃって車窓を見たときですね、非常に和んでいただけるような環境路線でございますので、ぜひ来ていただきながらですね、また料理列車など含めてですね食事していただければ非常に休日を充実した一日として過ごせるのではないかなと思っております。岩村は岩村城の城下町として栄え、エナの歴史文化などに触れることができる場所で、現在 NHK の朝ドラ半分青いの舞台としても多くの観光客でにぎわっております。岩村はですね400年の歴史を持つ城下町、そして700年の歴史を持つ岩村城址がございます。で、岩村城下町の中の西町商店街が、昭和の商店街を色濃く残しているということで、NHK の連続テレビ小説半分青いの、福郎商店街というところの舞台になったということでございます。その西町商店街を東に参りますと、今度はですね、江戸明治の景観を色濃く残した本町
商店街もございます。合わせて岩村城下町商店街なんですが、この商店街がすべて国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されておりまして、700年の歴史を誇る岩村城主、女城主が一時おりまして、織田信長の叔母でございますけれども、叔母が悲運の最後を遂げたという悲しい歴史もある城下町でございます。なんと日本の、お城ランキングで、第10位に入りました。これはトリップアドバイザーという旅行口コミサイト、最大の口コミサイトの会社ですけど、そこの投稿やら口コミやらに基づきまして、第10位に選定されております。恵那峡遊覧船は日本初のダム式発電所大井ダムによって誕生した景勝地、恵那峡の奇岩解析や大自然を楽しんでいただけるクルーズが人気の遊覧船でございます。私ども恵那峡遊覧船でございますけれども、こちら、銀の森様からもですね、車で、約5分、恵那インターからも、約10分ということで、大変アクセスしやすい、気軽に訪れていただけるような、恵那市を代表します、景勝地、観光地になっているかと思います。奇岩解析ですね、航路にはもう20メートル、50メートルを超えるような大きな、岩がある、そういう周遊航路をですね、季節の移り変わりの大自然を楽しんでいただきながら、巡っていただけるような、周遊コースとなっておりまして、春は大変桜がきれいにご覧いただけますし、また、夏になりますとこのダイナミックな、新緑の風景、そしてこれから秋になりますと、湖面一面がですね、絨毯のようにこうきれいになります。紅葉が楽しみいただけます。それから冬になりますと、冬景色とまた水鳥というですね、そういったお楽しみいただけるような、航路となっております。そんなの恵那峡でございますけれども、今年は再整備ということでございまして、駐車場を含めまして、隣の、この敷地内ですね、さざみ半島の公園ですとか、それからイベント広場、それから遊歩道なども新しく再整備されるということでございまして、またより魅力の高まる恵那峡になるかと思いますので、恵那峡の中で、お楽しみいただける恵那峡の一つということで、今後ともよろしくお願いしたいと思います。恵那峡グランドホテルは景勝地恵那峡の絶景を一望する天然温泉の露天風呂が人気のホテルでございます。恵那峡随一の眺望とですね、天然温泉塩のお湯なんですけれども、およそ海水と同じ塩分濃度と言われておりますが、山の中なのに、しょっぱい、珍しい温泉の、泉質を保有してございます。先ほど、こちらでお話しいただきました恵那峡遊覧船さん、本当に徒歩5分圏内というところでございまして、当館まではですね、恵那駅から送迎等も行っておりますので、一旦うちのホテルの方へ、お越しいただいて拠点にしていただいてですね、恵那市恵那峡等を観光していただけるような施設になっております。景色が大変綺麗でございますので、若い方もですね、写真を撮りにお越しいただいたりということも、お伺いをしておりますので、何とぞ恵那のですね、観光の拠点に恵那峡グランドホテルをというところでございます。よろしくお願いをいたします。坂織の棚田は江戸時代初期に作られた約400年の歴史のある棚田でございます。名古屋城の石垣を築いた職人が積み上げた石積みっていうのも特徴的でございまして、その技術の高さっていうのを感じ取ることもできる棚田でございます。汗水垂らして血を出して作り上げた結果がこの景色になっています。視察に来る方はあそこへ来て第一声がですね、ああいいとこやなという感じです。また来たいなという気持ちもあります。もう一つ大事なことは、ああ癒されるな、和むなということを落書き帳に書いて帰ってきますというところでありまして、私たちの祖先がですね、作り上げた景色というのがやっぱり読み取れると、気持ちが良くなるというところです。ブルーベリーの丘ホピでございますが、農場ではブルーベリーの摘み取り体験をはじめ、手作りのジェラートやジャム、バーベキューなどもお楽しみいただける施設でございます。ブルーベリーの摘み取り、の方はですね、約1000本の木が植わってまして、
60種類、大体6月の上旬から9月の中旬まで、その時期ですね、大体20種類から30種類ぐらいを食べ比べができます。はい、ブルーベリーだけじゃなくて、癒しの空間を作りたいなということで、この自然をですね、借景にした、癒しの空間を今一生懸命作ってます。散策路を作ってますので、森の中の散策、あとは木陰の中でハンモック吊るしてますので、ハンモックで、ゆっくりしていただく、あとは、ここの農園の休憩所の方でですね、ジェラートとかかき氷、スイーツ関係も作ってますので、そういうものも楽しんでいただくような形になりますね。というエナキューというプロジェクト始まりました、はい、それに賛同していらっしゃいますけれども、はい、もちろんですね、今過疎化、人口減少ですので、地域活性化のためにですね、ここもまた他の施設もですね、一緒に手を取り合って、どんどんお客様来ていただいて、地域が盛り上がっていけばいいかなと、そんな考えでやっております。皆さん働き方改革って言ってますけど、じゃあ休み何やってんだろうと、私たち結構休まず働いてしまうんで、じゃあ皆さんはどうなんだろうと思ってアンケートを取ってみたんですね。そしたら思いのほか家でゴロゴロしてるとか、結構多いのは気がついたら携帯電話をかまってた、まあ、日頃と同じことをして休日過ごしてしまったなんていう話もあって、その結果を見て、あ、であればやっぱり働き方改革っていう前にやっぱり休み方改革しないかんよねと。だったら私たちの町いいところをもっと PR してエナに来てゆっくりしてもらいたいなということで、このエナQというのを考えて始めました。今回は私たち企業エナ銀の森という会社なんですが、この企業が、単独でやれる事業ではないので、多くの方のご協力をいただいて、私たちはその中で一つ立ち位置を、いただきながら皆さんと協力して、10年後ぐらいにですね、今の3倍4倍いやいや10倍ぐらいのですね、方が、いろんなところから来ていただいて、そしてゆっくりしていただける、その頃にはですね、このエナの近く、まあ、中津川になるんですけど、リニアも駅ができますので、また大きくこう地域変わっていく、そういうきっかけになればいいなというふうに思っています。